豪邸購入が明らかになってから約1ヶ月半。世界中の注目が集まってしまったがゆえに、大谷翔平は新居について苦渋の決断を下したという。そんな中、彼のそばで声援を送っていた愛妻が姿を消した。彼女の不在は何を示すのか。スーパースターの静かなる怒りを徹底取材。前後編の前編、後編を読む、写真。 購入を検討し見学していた別荘のジムで笑顔の大谷翔平。他、麻美子夫人と飛行機の中でのツーショット、バーベルを持つ姿も。その日、大谷翔平、30歳、が第1打席のバッターボックスに入ると、観客席からは自然発生的に、ハッピーバースデーの大合唱が沸き起こった。内野席には一文字ずつアルファベットがプリントされた自作 T シャツで、 ハッピーバースデー翔平大谷と掲げる集団まで出現7月5日日本時間6日2 3 0歳の誕生日を迎えた大谷を球場のファンが一体となってお祝いしたのだった SNS 上にも祝福メッセージがあふれ返った MLB メジャーリーグ機構公式インスタグラムはスーパースターの子供時代を写真で振り返ろうと幼稚園時代の大谷の写真をアップ スポンサー契約を結ぶデータ計測機器メーカー、ラプソードの公式インスタグラムには、ベスト・ホーマン EVR、最高の人だワン、と書かれたボードを持つ大谷の愛犬、デコピンまで登場した。日米の野球ファンや関係者から盛大な祝福を受けた大谷だが、この日はそそくさと球場を後にしたという。いつも帰宅は早い方ですが、 誕生日の日は試合が終わるや5分も経たずに帰っていきましたね。クラブハウスでも特別なイベントはなし。チームメートが数人、誕生日おめでとうと声をかけていたのと、ロバーツ監督がワインを1本贈った、そうですが、おそらくマミコさん、27歳、やデコピンと家族水いらずで誕生日を祝ったのでしょう。在米ジャーナリスト。誕生日は3年連続の無安打に終わってしまったが、 そんなジンクスも笑い話になるくらいの絶好調をキープしている。毎年調子を上げる6月はホームラン12本、24打点と大車輪の活躍。ホームラン王争いも独走状態で、オールスター戦にも順当に選出された。やはりマミコさんの支えがあってのことでしょう。5月には夫婦揃ってロサンゼルス市内にオープンしたばかりの日系の美容院を訪れ、リフレッシュを図りました。 東京で10店舗を展開し、ダブルコート美容師会の東大と評されるほど優秀なスタッフが揃うサロンで、日本人の美容師がいいというマミコさんの希望でリ